淡路島で水揚げされるマダイが淡路島恵比寿ダイと名付けられ、ご当地グルメとして売り出されています。今年も島内の飲食店などで提供されることになり、先日マダイ料理のお披露目会が開かれました。淡路島三市の漁港で秋に水揚げされる天然マダイ、その名も淡路島恵比寿ダイ。春の桜マス、夏のハモ、冬の三年トラフグに続き、淡路島の秋の名物にしようと去年ブランド化され、ご当地グルメとしてさまざまなマダイ料理が開発されています。今年も島内の旅館や飲食店などで淡路島恵比寿ダイを使ったオリジナル料理が提供されることになり、今月南淡路市で10の事業者が参加して新メニューのお披露目会が開かれました。淡路市の飲食店、淡路島台所五感ダイニング空と海は漬け丼を考案しました。新米にこの大きめに切った鯛を甘辛くした、あのわさびの効いたタレに入れてるんですけど、これで丼飯をかっこなっていただくような、その幸せを感じていただけたらいいな。新鮮なエビス鯛を特製のタレにつけて丼で提供、醤油で味わうお刺身定食に変更することも可能です。さらにフードロスのこともありますので、こちらの漬け丼のお味噌汁はこの貝のあら汁になっております。お魚全体を召し上がっていただくのと、港小宿海の香ると淡路島は貝や島内産の野菜をお酒で蒸したバプール鍋などを提供。グランド日光淡路日本料理あわみでは、しゃぶしゃぶや揚げ物など7つのタイ料理を懐石で味わえます。一方、夢回遊淡路島が提供するのはお造りです。エスダイというのは、作りでも焼いても煮ても炊いても本当に何をしても美味しいタイだと思います。鮮度にこだわり、恵比寿ダイのさまざまな部位を味わってほしいと話します。やっぱり鮮度がすごく大事なところもあって、お造りでご用意させていただきました。いろんな部位があるので、食べ比べといろんなお醤油、ポン酢、お塩、いろんなもので召し上がっていただけたらなと思ってます。淡路島恵比寿ダイを使った料理は島内46のホテルや飲食店などで提供され、メニューをまとめたパンフレットは島内の観光スポットなどで配布されています。